ーストリアの映画ですけど、有り余るご馳走という映画があります。ドキュメンタリー映画です。この映画の最後の締めくくりは、あの悪名高い食品企業のネスレ社の社長のインタビューで締めくくられています。で、そのインタビューの中で水道事業の民営化についても答えています。そのネスレ社の社長は水道の民営化について問われた時に、水資源をきちんと商品化し、水資源を適正価格で売買することにより、人々の水資源に対する責任感が増し、そのことによって水資源は保護されるんだと、営業スマイルで語っている姿は戦慄を覚えます。ぜひともその映画皆さん見てください。よろしくお願いします。あともう一つ、今の方のご発言を受けてですが、国際平和支援法、これは明らかに欧米に対してのアメリカに対する安保という手土産です。献上の品です。で、安倍晋三の訪米前に私もアクションを打ちたいと思います。思いますじゃないです、もう決めてるんです。で、近しい人間にはすでに言ってあるんですが、まだ未だにネット上で告知していません。なぜだか分かりますか？最近私も困ってます。いっぱい同時にいろんな告知を流してしまうと、結局どれにも人が来なくなってしまうんで、あのギリギリまで引っ張っているだけですんで、あの私からやるっていう話を聞いている方、ご心配には及びません。そろそろ出しますんで、タイミングを測ってるだけです。23、24日と連続でやります。欧米は26です。23官邸前、24金曜日は議員会館前でやります。半減連参加始まったらやめます。私は礼儀正しいんです。あともう一つ、すいません、ちょっと話が長くなっちゃいますけど、先ほどの方のまたあのご発言を受けてですけど、先ほど関西電力前でも私言いましたけど、本当にこの問題で今回の福井地裁の高浜原発ね、再稼働、これの仮処分の判断について私はあえて言います。相当に不愉快な思いされる方もおられると思いますが、あえて言います。散々法を踏み外して存在しているのが原子力発電所です。それの再稼働差し止めの仮処分は当然の判断です。これはあえて言います。特に称賛するようなことではありません。法にのっとって判断すれば当然の判断です、これは。で、我々はこの判断に対してへりくだって、裁判所ありがとうという姿勢は正しくないと私は思います。ですので我々こそ、菅官房長官の言い草ではありませんが、この発言を受けて粛々と行動すべきだと思います。粛々と関西電力に浴びせ倒しで物を言うべきだと思います。経産省に対してもそうです。そして菅のあの発言もあります。首相官邸に対して物を言うのもいいでしょう。とにかくこの判決に対して、裁判長さん、裁判官さん、ありがとうは私はいかがなものかと思います。これは法治国家に暮らす人間、民主主義、
ね、これは作り上げていくものです。建前としての民主主義が存在するこの国に生きる人民として、この姿勢は正しくないと私は思います。このことで不愉快に思って私のことをいろいろおっしゃる方もおられると思いますが、私はそう思っています。はい、